とめ上げた大国です。ついの中国統一は東アジア全土に影響を及ぼし、和国も修好と文化吸収のため遣隋使を5回にわたって派遣しました。聖徳太子の命により607年遣隋使として派遣され、隋の高齢子大聖聖と共に帰国。非いずるところの天使、聖非没するところの天使に至すという特徴を届けたのは有名です。遣隋使の統領使として来日、当時の日本としては中国の大国隋から初めての使節到来につき、その艦隊はものすごいもので、無数の旗が並び太鼓は鳴り響き、大変なものだったと言われております。四天王寺和装を締めくくる姉妹太鼓はこの艦隊をイメージして設けられました。出迎えるのは聖徳太子蘇我の馬子、蘇我の土地子、立花の大きな爪です。この礼拝は古代の礼拝で最も丁寧なもので、現在も神社などで行う祭拝もここから来たものです。隋の人物及び隋公団は日本写真映像専門学校、大阪韓国商工会議所、関西最終特別自治農民協会、一般企業、四天王寺和装、正会員の皆様のご協力でございます。